こんにちは。9月の15日火曜日の日替わり竹部でございます。さて、本日の東京市場、注目されましたのは日銀の金融政策決定会合、そして黒田日銀総裁の記者会見でございます。ご案内させていただきたいのはこちら2つ持っているわけでございますけれども、こちらの方は日経新聞さんのサイトでですね、ライブ中継をしていた模様でございますけれども、こちらの方もちょっと後ほど改めてご案内させていただこうかと思います。でまずは、こちら私が右手に持っておりますのが日銀の金融政策決定会合の内容でございます。こちらご覧になっていただければというふうにして思いますが、本日9月の15日、お昼過ぎでございました、発表されたわけでございますけれども、結論から申し上げると、何も変わってなかったよと、現状維持でございます。年間の保有残高、こちらの方もですね、80兆円、ベースで、マネタリーベースですね、マネタリーベースは年間80兆円相当するベースで増加する金融市場の調節と、こちらの方も変わらずと。で一部では ETF だとか J リート、買い入れ額というのをちょっと拡大するかもしれないねぐらいの期待感はあったわけでございますけども、基本的に変わりませんでした。そうしたところでは、全体的な内需中心に緩やかな回復に、自信を持っていらっしゃるというところ、そして追加緩和は当然見送りというような形で、一部はもう先進国中心としての、ちょっと回復というものと、今回は新興国が減速しているというような形では書いてはおりましたが、それほど明確に、懸念されるというようなことを先ほど、終了いたしました、黒田日銀総裁の今度はこちらでございますね、会見の方ではあまり出なかったというところでございましたが、非常に興味深かったのはですね、やはり新興国の資金流出、かなり懸念は弱まっているよと、逆にですね、アメリカの経済回復、非常に力強い、確信を持っていることでの、利上げに向けてならば、そうしたことへの表れだろうと。そしてもう一つ、円安なら必ず物価が上昇するかどうかは別問題だけども、為替レートは変わらなければ物価が上がらないということもないけども、ちょっとこれ非常にややこしいですね。為替レートが物価に一定の影響を与えることは事実だよと、こういうことをおっしゃっていたわけでございます。で、もう一つ、これ二つ興味深かったのはもう一つでございますね、ちょっとこう可愛げに困ったなというところあったんですけども、以前黒田日銀総裁、もうこれ10年ぐらい前だと思いますけども、人民元切り上げという本をですね、書いていらっしゃったんですけども、今足元切り下げとなってますけども、どうなってますかというような形で、ちょっと困ったなみたいな形での愛嬌あるお顔ぶりだったんですが、ただし中国経済に関しても当局の財政だとか金融政策が支えられているから安定成長をたどるだろうと、極めてですね、国際協調枠組みというんでしょうかね、 G20 もそうなんでしょうが、私は個人的に中国人民銀行、中国当局に、かなり気を使ったご発言だったのかなというふうにして思いました。で、こうしたものを受けてでございますけれども、本日の、夕刻からですね、この3時半から、夕刻という言い方していいんでしょうか、3時半からでございますが、ちょっとやはり失望的な形というんでしょうかね、株安円高ぐっと押し下げるような場面ございましたが、先ほど夕刻に終了したところではもう一回その水準に戻ってきたというところでございました。そうなりますと、今夜の動きが改めて、一旦これちょっとロンドン早出組も、マーケット見てるかと思います、一旦咀嚼した形になってるんでしょうか。改めて海外勢の動きというのが警戒されるところでございます。そこで今回、ちょっと前置き長かったですが、今回のタイトルはこちらでご案内させていただこうかと思います。今回のタイトルは黒田日銀総裁の苦悩とドル円上下減焦点と、もうこれ以上これ以下でもなく、これを受けてでございますけれども、今もう当然週末の FOMC 控えておりますが、この辺の上下減というのが一つポイントになるのかなというふうにして見ております。でよくよく、私も非常に、適当っていうふうにして自分で言うのも変なんですが、やはりこの辺の、トップもしくはボトムというところはですね、今週の9月14週後イエレン FRB 議長に円が怯える展開と週間為替見通し書かせていただいたんですが、その時の、やはり、上限性というのが上値焦点としては121円の、5055ぐらいじゃないでしょうかというふうに書かせていただきましたが、実際、2550ぐらいの、121円台のミドルに入ってくると上値重さが、またまた意識される。そして下値においてもこちらの方も、
為替見通しの方で書かせていただいたんですが、9月の8日からのこれ119円の当選水準ぐらいから、まあ、2つのボトムポンポンとございますけども、119円のちょうど、内緒118の75というふうにして赤いところでボトムの、まあ、買いポイントというんでしょうかね、下値焦点をちょっとご案内しておりますが、週刊レポートでも9の当選からのスッと上がっての戻り安値9の70、まあ、要はこの給湯体の戻り、今のだいたい安値圏というところが、一つのポイントになるというふうにして、書かせていただきましたが、どうやらそういったような状況に、現状は見受けられるところでございます。そうなりますとざっくりでございますが、9の当選125、まあ、1の25はちょっとまあ高すぎますね。200日移動平均線、こちらの方も120円の80攻防というのも書かせていただいて、そのまま変わってません。そうなりますと9の前半、120円後半、119円前半から120円の、まあ、後半というところを上下限として、そこからさらにちょっとタイトなレンジイメージなのかなと。そうなりますと今夜でございますが、21時半の交流利上高、8月の自動車販売、大体10年ぶりぐらいの高水準でございましたが、それが影響出てくるのかどうかで、まだこれ8月でございますというところで言いたいんですが、9月我が国と違いまして、9月はアメリカは新学期のセールス、まあ、我が国においてももう早くからですね、敬老の日を意識してなのか、シルバーウィークを意識してなのか、ランドセルのコマーシャルなのかすごくありますが、日米ともにですね、おじいちゃんおばあちゃんお子さんの感覚は変わらないかもしれませんね。まあ、州が違うので、日本と違ってかなり遠距離、あの遠距離かもしれませんけれども、やはり新学期セールスというのも、この小売売上高、今回プラスになるのかどうか、まあ、ちょっとそこまでそういうことを言ってるのは私ぐらいかもしれませんが、小売売上高の数字、ちょっと注目したいのが21時半、そして同じく21時半ですけれども、ニューヨーク連銀製造業のこちらの方も景況指数というのが発表されます。ね、まあ、そうしたところでは、ちょっと世界的な、世界経済の減速感というのがニューヨーク連銀のこの業況指数に、反映してくるのかどうか、先ほど黒田日銀総裁は利上げがに対してはいいことの表れだみたいな形でおっしゃっていましたが、こういったところでは業況指数どういった判断出てくるのか、で、さらには22時15分ですけれども、鉱工業生産というのが出てまいりますので、まあ、ちょっとこの辺もですね、自動車関連だとか電力生産だとかっていうのはデータが反映されるのかどうか、昨日はどちらかというとニューヨークダウの動き、まあ、要は株式市場の動きにですね、ドル円レート左右させられたのかなというふうにして見ておりますので、今夜もこうして経済指標と、各種、インデックス経済指標と、まあ長期金利の動向も入るかもしれませんね。米国株の動きなども見て、そして先ほど申し上げました9の前半、丸後半、120円後半、この辺がちょっと、まあ、ワイドというふうに言われるかもしれませんが、それにしてもですね、この辺の動きの堅調さ、まあ、厳密には先ほど申し上げたように119円のミドルからの硬さが見えたところでございますので、もっとタイトな言い方をすると119円の半ばから120円の前半ぐらいになるんでしょうか。その辺がちょっと主戦場になりそうだなというところでの今夜のドル円短期的な見通しで考えております。ストラテジーのエグジットラインとしてはそれぞれ赤いところというところでご理解していただければと思います。さて本日が火曜日でございますので、火曜日のテーマとしてはこちらでご案内させていただこうかと思います。本日のテーマは覚えたい外為金融用語というところで、まあ、マネタリーベースというものをちょっとご理解していただければなというところだと思います。もうここにご案内させていただいている通り、これ以上これ以下でもないんですけども、要はドル円においては、対米比での、まあ、米国のですね、だいたいそのマネタリーベースと比して強いのか弱いなのかというところかと思います。でそうしたところでは米国においては今引き締めになっているよと、そして、日本側においてはまだ追加緩和観測があるじゃないかというところ、特にですね、これ逆説的に捉えればなんですが、先週ですね、自民党の山本代議士がおっしゃった10月30日はいい機会だ、いいタイミングだというふうにしておっしゃって、円安にパッと跳ねたような、膨れ上がった跳ねたような場面がございました。これ逆説的に言うと、まだそうしたものの見方が、停留には放がしているからこそ反応したと、何を言ってるんだというような形であるんだったら何にもないわけですけれども、逆に言うと、まあ特に海外
投資家というような声も聞こえてまいりますけれども、マネタリーベース、要は資金供給量、要は金融緩和の可能性はまだあるよねというところでございました。じゃあこのマネタリーベース金融緩和は何なのかというと、こちらの方にご案内させていただいている、まあ、文言でございますので、マネタリーベースというとちょっとなんかよくわからないから身構えちゃうなというふうにして思われる方も多いかもしれませんが、意外と、足し算の世界、日銀の発行残高と貨幣の流通高、そして当座預金残高、これを足していくとこういった数字になるよと。で、米国もしくは他の国と比例していったときに、緩和なのか緩和してないのか、それ以上それ以下でもないというのが一番シンプルな見方で、これを、チャートにして出して、為替レートの強弱を見てらっしゃるのが、ジョージ・ソロスさんであり、ソロスチャートっていうんでしょうかね、よく言われていると。ちょっと今は発展的な話になってしまいましたが、そうしたもののベースが、こうしたものであるよというところでございます。なんとなく覚えておいていただければというふうにして思います。で、繰り返しになりますが、今夜も米国の経済指標はございますが、改めてでございます。日銀黒田総裁の見解、一旦下がったけどもまた戻ってきたというような状況になっておりますが、これを欧米勢がどういった形で咀嚼するのか、で、個人的にはやはり FOMC の、まあ、利上げするのかしないのか、その前にですね、ちょっと先んじてなかなか金融政策こうだというふうにしては決めかねなかったんじゃないかなというのも、ちょっと心情的にはあばかりながら理解するところではございますが、いずれにしてもマーケットは、今回の黒田日銀総裁の講演でもですね、新興国に対するこのドルの強弱であるだとか、中国経済、そして米国の経済指標、まあ、米国の経済どのように思っているのかという質問がかなり多く出ておりました。やはり本番は週末というところを十分ご留意していただいて、今からですね、リスク管理、資金管理、そしてストップロスの設定、もしくは利益確定の設定ラインなども十分、イメージをしていただいて、マーケットお備えの動きにですね、お備えいただければというふうにして思います。以上、9月の15日火曜日の日替わり竹部でございました。